リポビタン D チャレンジカップ2016日本代表、スコットランド代表の第2戦、開催2016年のリポビタン D チャレンジカップは、6月2 9 8 9年、以来の来日となるスコットランド代表と11月にアルゼンチン代表との対戦が行われた。スコットランドは、直前の6カ国対抗では2勝を挙げ、フランス代表を抑えて4位という成績を収めていた。 一方の日本代表にとっては、ラグビーワールドカップ2015以降では、最初のティア一国とのテストマッチとなった。中期、年齢、キャップ数及び所属クラブは6月18日時点日本5月30日、マークハムットヘッドコーチ代行は、6月のウィンドウマウスにおけるテストマッチ参戦に参加する日本代表スコットの33名を発表した。六月一日には、 堀江京介と金正啓が追加招集された。スタッフ、スコットランド5月9日、スコットランドのヘッドコーチ、バーン・コッターは、2016年ジャパンツアーに臨む27人のスコットを発表した。5月16日、マット・スコットが負傷したアレックス・ダンバーに代わって招集された。5月19日、ショーン・ラモントが負傷したティム・ビサーに代わって招集された。 5月27日、ヒュー・ジョーンズが負傷したフィン・ラッセルに代わって招集された。6月19日、ゴードン・リードが負傷したアラスデア・ディッキンソンに代わって招集された。スタッフ、第1戦、第2戦アルゼンチンは直前の4カ国対抗では衣勝を上げていた。一方の日本代表にとっては、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ就任後初のテストマッチとなった。中期、年齢。 キャップ数及び所属クラブは11月5日、時点日本10月28日、JB ジョセフヘッドコーチは、アルゼンチン代表及び欧州遠征に参加する、日本代表スコットの32名を発表した。スタッフ、アルゼンチン10月、アルゼンチンのヘッドコーチ、ダニエル・ウルカゲは、日本戦を含む11月のテストマッチに向けて31人のスコットを発表した。スタッフ、 ありがとうございます。